こんにちは。まず問題の内容確認からしていこうと思います。まあ、と言いましても、まあ、見た目通りの図です。2本の直線の間に正方形があります。この直線と正方形に交わるように1本の直線を引きました。その時、ここの角度が75度で、ここが4センチ、3センチです。では、正方形の面積は何平方センチメートルですか？こういう問題ですね。問題を解く人は一旦ここで動画を止めて考えてみてください。では問題の解説をしていきますね。この2本の直線についてはどういう関係かは書いてないんですけれども、角度の関係調べていけばすぐにこれとこれが平行ということがわかります。この四角形ですね。これが正方形だから、この辺とこの辺平行ですよね。この平行っていうのを使おうと思います。これ伸ばしてあげると、こことここが平行だから、この75度に対してここの角度ですね。同位角で75度になります。ここが75度っていうことが分かると、今度はこの75度とこの75度ですね。錯覚が等しいから、この線自体は平行だっていうことが分かります。実はこの平行っていうのは、この問題解くのには全然必要はないんですけれども、求めたいっていうのはこの正方形の面積ですよね。斜めの正方形に関しては、まあ8割、9割ぐらいはここに直角三角形を付け加えて、大きな正方形ですね。こういう大きな正方形を作って、周りからこういうふうに考えていくっていうのがまあ多いんですけれども、この問題の場合、ここにこういうような平行線ですね、こういうふうに入れて、大きな正方形をこう作ったとしても、ここの長さ、そもそもうまいこと出てこないですよね。分かってる長さ3センチ、4センチですよね。これを使ってやっていきたいんですけど、なんかうまいこといかない感じです。ちょっとややこしそうになりますよね。じゃあそもそも正方形の面積を出そうと思ったら何が分かればいいかっていうと、一辺の長さ。一辺の長さが分かるんであればかなり早めに解決しますよね。この問題に関して、ちょっと一辺の長さ。これもすぐには出そうにないですよね。じゃあ次何を考えるかっていうと、今度は正方形の対角線の長さです。ちょっと対角線を引こうと思いますけれども、ここの対角線とこの対角線、二通りありますけれども、もちろんね、こういうふうに接してる、こういう二本の直線に接してる、こっちの対角線ですね。こっちの対角線引いた方がうまくいきそうだなっていうことがわかります。で、こんな感じで対角線引きましたけれども、もともとの図ってかなり不正確なんですよね。結構正確めに変えていくと次何をしたらいいかっていうのが見えてくると思うんです。かなり正確めにこれ図書いたんですけど、ここに出てきてる三角形、これって正三角形じゃないだろうか。じゃあ角度調べてみましょう。正方形の角をこの対角線によって半分に割ってるわけですよね。ですから90度の半分でここ45度です。もちろんこっちが45度で、ここの残った角度ですよね。ここは15度。足して60度ですね。あと、ここの角度ですね。15度。まあ、一つずつ角度足していってもいいですけど、こことここ足したものが75になります。だから、ここが60度。角度を調べることによって、60、60が分かったから、ここも60度ですね。だから、これ正三角形で分かりました。ここ4センチだから、ここからここまで。4センチです。下の三角形についても同じように考えてやれば、ここ3センチ。こういう風に出すことができますよね。つまりこれは対角線の長さが7センチの正方形だと。こういう風に分かりました。ですから答えは 7×7÷2 ですね。49の半分で 24.5 平方センチメートル。こういう風に出すことができますね。で、元々の問題はね、結構不正確に書いてあるんですけども、あんまり綺麗に書きすぎるともうそこからすぐ答えが出てしまうから、あえてずらして書いてあるんですよね。で、問題考えるときにちょっとよくわからないな、どっから手をつけていったらわからないなっていうときには、できるだけ正確な図ってのを書いてほしいんです。そこから見えてくるものって結構多くあります。書いてるうちに図形の性質っていうのを考えながら書くことによって、あ、ここがわかればっていうふうな形でね、解くための道筋っていうのがね、見えてくることにもなると思います。結構ね、正確な図を書く練習、図形の性質っていうのを理解していないとできないと思いますんでね。それも問題、図形問題を解くための練習にもなると思いますんでね。ぜひね、そういうことってのは考えながら解いていってください。はい、今回は以上です。よろしければコメント、高評価お願いいたします。